お疲れ様でした。お疲れ様でし た。ちょっとあのコラボでですね、はい、あのあのどうしたんですか。揉めたからや打ち合ったからや。本当にどうしたのかなと思ってカラオケ行きたいと思うんだよね。大丈夫ですか。見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、ほぼ使えないですよ。ごめんなさい。で、はい、その結果、うん、初めてここのスタジオ来たの、来ていただいたのがハイドームなわけじゃないですか。そうです、そうです。だからせっかくなんで、うん、この建物とか、はい、この部屋とか、うわあちょっと ね、雰囲気どうですかって名刺と言いますか、なんか感じたままに何か言っていただこうかなと思ってるんですけど、はい、はやともくんに見てもらおう。一応まあナノシーさんのチャンネル見てる方から知ってると思うんですけれども、はい、経緯としては会社設立、はい、お店持ちたいって言って、はい、クラウドファンディングして改装費っていうのを募りつつっていう感じで、もともとクラファンをやってる時はこの場所は決まってたんですか。もうこれはクラウドファンディングをやった時点ではその物件をこう何箇所か、はい、あの目処をつけて、なるほどなるほど、結局審査とかあるじゃないですか。はい、そうですね。だからそれで通ったのがここでしたね。うーん、はい、錦糸町ですもんね。はい、そうです。一応ゆかりを言うと、僕、はい、奥さんがもともと錦糸町に、まあ、住み、そして錦糸町で働いてた人間で、はい、お付き合いしてた時とか結構こっちの方にちょこちょこと来てたりとかしたんですよ。はい、で、まあ、それ以外にも仕事で来たりとかも何度かしていてっていう、はい、あとうち子供いるんですけど赤ちゃん本舗もあるんで、たまに来たりもするんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。なんで、まあ、割と錦糸町はどこも知ってるなって感じなんですけれども、はい、町の総評としてはやばい。っていうことは先に言っておきますね。はい、町の総評、はい、町の総評。それはそうです、ね、霊的に、運気的に。まあ、霊的にですね。霊的に。あ、そうなんですね。まあ、霊的に僕もこんなに見るっていうぐらい幽霊見ることもありましたし。そうなんですか。うん、なるほど。まあまあ、そのまだね、拠点構えてちょっと、ね、はい、のぶさんも霊感あるから、はい、まあ、見るときはあると思うんですけど、はいはいはい、ただ、じゃあこのお店はどうなのかっていう、はい、そこが大事ですよ、ね。はい、僕個人的にはめちゃくちゃいいと思います。おー、あー、よかった、よかった。はい、まず一応入ってきて、ここのお部屋と、うん、あとお店にされるであろうあちらの部屋で、はい、全部ですか、一応、はい、場所として全部そうですね。はい、でも僕が見る感じはいない、はい、まずいない、はい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 、で厨房とかわかんないんですけど、はい、なので特に、まあ、良くないものがいるっていうことはないだろうなっていうことと、うん、あと、まあ、部屋にいなくても土地そのものがあんまり良くない時があるんですけど、はいはいはい、なんですがここのエリアは比較的いいです、うん、ほう、これ北口じゃないですか、はいはい、北口は意外といい感じ、比較的いいんですよ、これが、錦糸町ご存知の方だったらみんなわかると思うんですけど、はい、錦糸町ってゆっくり北と南でファミリーの街と大人の街で分かれてるんですよ。そうだ、で北はファミリーの街なんです、はいはい、で駅があって、はい、南行くと完全に大人の街、歓楽街なんですよね、はい、まあ、キャバクラ風俗とか、はい、まあ、ラブホとかもあるし、はい、あとは普通の会社とか商業施設もありますけど、はいはいはい、まあ、夜行くとちょっと治安悪いよねっていう感じの雰囲気ではあるのが南なんですよ。南、なるほど。でこのお店は北にあるのでまずそこで比べると割と、雰囲気はいい場所になるということは、確かなんです。じゃあ北口の時点で基本的にアドバンテージはあるわけなんですね。こっち口であることが実はですね、それはちょっと最後にお話しします。なるほど。気になっちゃう。なので、はいはい、この北口という場所は比較的、はい、僕の個人的意見ですよ、はいはいはい、南よりは幽霊もいないし、いないし、気の流れもいいし、うん、治安もいいしっていうことで、まあ、もう本当に三拍子揃っているような素晴らしい場所で、しかもここ割と路地一本ピョッと出ると公園ですから、そうです、ね、だから緑もあるので気もいいですし、うん、っていうのとかいろいろあるのですが、うん、ですがこれは住む場合です。あ、なるほど、住居にする場合だ。そうなんです。なるほど。これはまあね、錦糸町をご存知の方はもうさっき言った通り同じ説明になるんですが、はい、うん、つまり北と南だと北の方がマンションが多いんですよ、うん、でファミリーが住んでいるタワーマンみたいのもあるし、うん、まあ、ちょっとしたマンションとか一軒家もちょっと進む、はい、あったりポツポツしますよね、はい、この辺もありますし、うん、っていう住居を構えるんだったらこっちの方がいいんですけれども、うん、南口の方がお店繁盛してるんですよ。あ、なるほど。まあ
お店に至ったんですけれどもね、でっかい商業施設は北にもありますけど、個人経営店の居酒屋さんだったりとか、そういうラーメン屋さんだったりとかっていうのはどうしても南の方にたまりやすい。なるほどね。これは理由があって、はい、実はですね、僕以前、武井志門さんといううちの先輩芸人さんとご一緒した時にですね、はい、東京の住んじゃいけない街トップ3っていうのを聞いて、はい、これが渋谷、新宿、池袋、はい、もうこれ激ヤバである激ヤバだ、特に池袋がヤバいという話を聞いたんですが、うん、ですが、うん、この街の特徴は商い、うん、がうまくいくんです。渋谷、新宿、池袋だろうね。池袋なんてだって風俗街、歓楽街あって、アニメイトとかもあってっていういろんな文化ごちゃ混ぜになってたりしますから、うん、全部うまくいってるんですよ。そうだな。これはなんでなのかっていうと、人間の欲望っていうのと死っていうのは直結しているので、死者がたくさん出たり幽霊がたくさん出るところっていうのは商業施設はうまくいくんですよ。なるほど、はい。なので僕も、まあ、割とその心霊関係ない人とコラボしていて、うん、家で幽霊が出た経験があるんですっていう人たち、うん、みんな渋谷、新宿、池袋に住んでたんですよ。本当にこれみんななんだ。それは細かく言うと、はい、多分渋谷区なんですか。渋谷駅、駅です。駅最寄りが渋谷駅です。ああ、そういうことか。はい。ので、まあ、西新宿とか、まあ、うん、新宿駅です。駅に住んでるともう割とヤバいって感じなんですけど、まあ、先ほどから言ってる通り商業施設はうまくいくんですね。その観点でいくと、ここは商業施設なので、はい、お客さんの流動っていうのはなかなか、難しいのかもしれない、ね、なるほど、と思うのですが、総評ですよ、総評言うと、はい、まずお客さんが来るにあたって、うん、幽霊いない、気の流れもいい、うん、ってことは居心地は良くなるはずです。で、来る人は基本的にはみんな七不思議さんのファンのはずです。七、はいはい、ちゃん見てくるっていう人たちだと思うので、うん、はい、まあ、言ってみれば2個目の住居みたいに来てもらえばいいんですよ。なるほど、はい、いい言葉です。2つ目の住みか、うん、要はもう、うん、物を買いに来るとか酒を飲みに来るっていうよりは、七不思議さんに会いたくて来る第二の住みかだっていうことで、家庭とか個人での疲れみたいのを癒しに来る場所としてもらえれば、うん、割と発展するんじゃないかなっていう気はしますね。なるほどね。だからあれですよね、こうバーッとして打ち出してお金をみたいな、はい、お金儲けみたいな方向に舵を切らずに、俺らに会いに来てもらった人たちと仲良くお酒を飲むみたいな感じのアットホームな空間にしていけばいいってことですよね。そうですね、うん、はい、なのでまあ多分そうなるでしょうし、うん、そうですね、そうですね、やっぱりフラットその入るには2階っていうのもあってちょっと敷居も高いですし、うん、確かによりは、うん、一元さんっていうよりは、あー〇〇さんだってコメント書いてくれてる人で分かったりとかするっていう、うん、まあそういう第二のたまり場みたいな感じになるのが、うんうん、一番いいのではないかなと僕は思いますね。はい、でもよかった、なんかすごいね、言われそうやったもんね。これやばいですよ。いますよね。じゃあこれあれやりましょうよ。この動画を一回ちょっと出さずに置いて、ギャースーさんが、はやぶささん、松島さんにダマで別々で聞くっていう。やりましょう、みんな。それでみんななんていうのかしら。わかんないけど、見える人ならではの、そうね、個別の感覚はでもきっとあるんでしょうね。で最後ノブさんの一人のサムネで全部晒しますって。めちゃくちゃ回るけど。すごいな。これ一箇所ね、後で見てもらいたいとこあるんですけど、いいですか。あ、ヤバポイントですか。ヤバポイントっていうか、俺ちょっと、うんって思った。そうなんだ、マジっすか。一個だけあるんですよ。初めて聞いた。その何がっていうのは分かんないけど、なんかね、うんみたいなところが一箇所だけあるんですけど。水場ですか。いやいやいや、もともとこれお店が、まあ、ガールズバーだったんで、はいはい、ガールズバーの待機場所、うんうんうん、あーやばそうっすね。今後それを内装でそこ変えるんですよ、うん、だからそれで変わるんじゃないかなと思ってるんですが、今の変わってない状態をちょっと一回、何で使うようになるんですか。一応そこ壁打ち、ぶち抜く予定なんで、ね、いいですね、空間にもしちゃうから、席にするんだよね、お客さん。そうです、そうです。なるほど、じゃあちょっと一回行きましょう、ちょっと、はい、行ってみます。このね、全然違うんですね。ここだけね、なんかね、気が滞ってるというか。本当だ。で、俺一個ね、要因があって、はい、この針がね、鏡になってるじゃない、はい、で、これ壁抜かしたら合わせ鏡になってるの。本当だ、
向こうの針と、はい、でこう壁にしてある理由も何かあんのかなとか思いつつ、いや俺それ思った時に、うん、壁ぶち抜くのどうだろうって思っちゃいましたね。これね、鏡にしない方がいいですよね。そうね、これなんとかね鏡を変えたくて、うん、でここに入って、うん、ここ入るとね、まあ、このもわってしてるのもあるんだけど、若干ね、嫌だ。あの嫌っていうか、頭痛くなりますね、あの普通に。やっぱ分かるんですね。そうなんですよ。嫌です、ここ嫌です。そうなんだ、ごめん。めっちゃ嫌だ、そうなんだ。しかも、のんさん、ここもですよね、若干。ここそうですよね、ここも嫌ですよね。ここから嫌ですね。そうなんです。わかんない、不感症の人間がいる。ごめん、俺わかんなくて。そうなんですよ。だからなんとかね、ここの気をね、うまく良くしたいなとは俺は思ってるんですよ、うん。いや、ちょっとね、見ていただきましたけど、はい、やばいっすね。でしょ。いや、そうなん、なんかね、すっごい素人みたいなこと聞いていいですか、はい、なんかそういう、例えばここにいる時とあっちの部屋に行った時でな、何かが、例えばピリピリするとか、何かの変化が、これ人によると思いますけど、僕は頭が重くなるのと、あの薄皮1枚分体に何かがのしかかったようになるんですよ、ずーんと。あ、なるほど。で、なんか自分に入ったんだなっていうのは分かるんですけど、でも自分で自分のことは見えないので、でそれがその範囲の中にいる時だけだったら、あ、ここがやばいんだなって感じなんですけど、それがさっきの控え室の一歩手前の場所から控え室に入るまで全体がちょっと嫌な感じはしたんですけど、まあ、女の子の怨念とかなのかなと思ったんですけど、そういうんでもなかったんで、ただ、僕の予想では壁をぶち抜いたとしても、うん、実はそんなにあの嫌な感じが変わらない可能性が高いかなと思うので、わかんないです。ノブさんの言った通り合わせ鏡の原因なのかもしれないですけど、うん、なので、まあ、立地的には多分あそこがテーブル席になりますよね、うん、あっちがカウンターであっちがテーブルになると思うんですけど、うん、なんかテーブルの向きとかをどうにかした方がいいかもしれないですね。工夫して、うん、まあお客さんが嫌な感じがしないようにだけしてあげれば、うん、そうですね、いや、それを本当一番大事にしてあげる。そうですね、まあ、順当にいけばソファーが、はい、あの窓側を外にすると思うので、はいはいはい、そしたら割と平気なんじゃないかなという気がしてます、うん、なるほど。あれやっぱ鏡取った方がいい、取った方がいいですよ、絶対。なるほど、お店鏡は絶対良くないですね、うん、ね、うん、お店全体の運が下がっちゃうので、うん、今は大丈夫ですけど、はい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 、営業始まってお客さんが来ると、うん、お客さん来ることはいいことなんですけど、うん、人の気が溜まるってことなので、はい、それが逃がす道があまりにもないんですよ、これが立つけど、はい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 、なので極力たまんないようにするために鏡は取っちゃった方がいいかなとは思います、うん、なるほどね。ちょっと1ヶ月間リースで家に行ってもらっていいですか。いや、何かあったら全部聞けるからね、本当に40万で40で行ってくれんだよ、40で。でも島田秀平さんとかにも見てほしいですよね。あ、そうっすね、島田さん、うん、そうですよね。いろんな人に見てもらって、うん、なんか運気最強の状態で、あ、面白い、いや、そうしたら運気最強、面白いな、ね、回転したいですよね、確かに、確かに。どっちかというと、そうですね、いやでも何より楽しみですけどね、うん、そうですね。いや、本当にちょっと実際遊びに来てください。今全然全然お願いします。僕、錦糸町近いので。あ、分かった。そう、さっきノブさん、錦糸町なんか誰も近ないわって言ってましたけど、奥の言葉がね、出てきましたからね。誰が近いね、金賞って。そこでオープンする、そこでオープンする社長だから。社長、店開いてると思えない社長の発言。社長、怖い。社長、おまけをつけましょう。はい、今回はですね、シェフ君さん、とっくにですね、はい、ちょっとお店のね、雰囲気とか、うん、街のことをですね、ちょっと相談してみていただきました、はい、でも、創業は結構良かったんで、うん、安心して、うん、ね、うん、頑張りたいと思います。ナノシリさん、ファンはファン同士でも仲いいですから、まあ、そうそう、ね、うん、だからそこでみんなで家族の家みたいにしましょう、うん、まあ、ありがとうございました。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 ドッキリをちょっと仕込みたい。大赤城さんのずっとここら辺見てるところ。ああ、いいですね。どんな反応すると思う？一言目に何て言うかクイズしようよ。プレミア配信これするから、はい、今ちょっとみんなコメント打って、うん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 、そんな中で会ってた一番最初の人に何かあげたいな。社長サイン入り重曹スプレー、はいはい、プレゼントしたいと思って。
ですね、うん、先週メインで流れました、はいはい、あのバーのさ、はい、あーなるほど、はいはい、バーのやつで、うん、ドッキリ計画みたいな俺がかけられたやつで、ね、もうあの俺がなんてね最初にドッキリかけられた時になんて言うかみたいな、はいはい、あれの正解をちょっと発表したいんで、はい、なるほど、ちょっと見ていきましょう、見ましょう、チャット欄にそれ流れるんでね、はい、はい、ね、笑ってますけどね、笑ってますね、はい、あこれね、明日、明日で、うん、こう下手とした後に曲がり角を切った時に、やばないですか、まあ、言いそうだよ、いや、これ言いそう、言いそうだよ、確かに、やばない、いや、やばないは言うわ、確かに言う、あー、あー、わかるわかる、それもわかる、やばないもね、やばないは確かに言うな、あ、これね、怖い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 、2人とも共通で結構言うかもしれないね、ここはね、なんだお前誰ですか俺はあのかの有名なガンギマリチワワ、ガンギマリチワワさんですよね、今ちょっとみんなコメント打ってね、うん、コメント打ってる、そんな中で会ってた一番最初の人に、うん、なんかあげたいな、うん、お、なんかある、うん、なんかがプレゼントがねあるっていうところで、重曹、サイン入り重曹、君やかね、サイン入り重曹、大わかみ、それやっていい権利持ってんのこの重曹のね、うん、会社だけやからね、そうそう、いやね、いらんやろ、わかりました、あーなるほど、ちょっと待って、もう出てるんじゃないこれ、こわこわこわ、あ、惜しいんだよな、こわ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 、惜しいね、ほぼかすって、でもかすってるけどちょっと、でもイをちゃんとつけるから、はいはいはい、こわこわこわの次は怖い怖い怖い、言いそうってちょっと保険かけてるじゃん、どっち、怖い怖い怖いだと思うだと一つの意見なんだけど、言いそうってこれ意見になってないよね、怖い怖い怖い、言いそうだよね、なんだか分かんないけどじゃ、いやでもチャット欄やからさ、いいか、いいんじゃない、そっか、怖い怖い怖いでしょこれ、じゃあこれの場合はマナさんが当選でございます、おめでとうございます、